左足がちょっと引いてかかとでそのまま乗ってつま先からの入れ替えて前ですね。ハウスを教えています。最初にですねストレッチ、アイソレーション、筋トレなど、やりまして、その後、ハウスの基礎の動きを確認した上で、6、8ほどですね毎回、振り付けをやっております。初心者、の方も全然大丈夫ですので、ぜひいらしてください。